んにちは、サラです。今回は最近よく聞かれるカラコンの紹介と、今日まつげエクステをやってきたので、その話をしたいと思います。で、カラコンなんですけど、最近ね、これを、まあ、ほぼ毎日のようにつけてるんですけど、最近このカラコン何使ってますかってコメントが超殺到してて、もう今までないぐらい殺到してるので、まあ、これは単独で動画作った方がいいかなということで撮影しております。で、私が今つけてるのは、これ読み方わかんないんだけど、メランジェ、メレンゲ、どっちですかっていう、まあ、書いておきます。コケティッシュブラウンっていう色です。なんだね、この色、外側がグレーっぽくて内側がちょっとオレンジみたいな。私毎回これ自分の顔を見るたびに上から見た椎茸みたいだなって思ってるんですけど、かなりね、直径がカラコン業界の中でもデカめの着色になってます。なんだけど外側がすごい淡いグレーなので、あんまりデカみを感じない、まあ、こんなね、至近距離で見たら上から見た椎茸なんだけど、こう離れて見ると なんだろうね、CG 感が出る、CG 感、ドーリー感みたいな、ドーリー感が出てめっちゃいい感じで、最近もうこのカラコンの素晴らしさに気づいてからはこれしかつけたくないってなって、私旅行行く時に基本ワンデーレンズしかつけないんですけど、旅行用にワンデーも買いました。目に装着する前は全然椎茸じゃないんだけど、結構オレンジ味強いんだけど、つけてみるとすごいね、馴染むんだよね、不思議ちゃん。で、まつエクなんですけど、初めてボリュームラッシュっていうのを今日はつけてもらいました。これ何本ついてると思いますか？正解はなんと両目で500本もついてるんですよ。見えないよね。太さが1本 0.06mm、まあ、3、4本束にして父まつげにつけていくらしいので、私セーブルの時は 0.12mm の太さを地まつげに対して1本つけてたんですけど、 0.06mm だから4本分だよね。だからその分自然なのになんかふさふさ感があるっていう、なんか最新のまつエク技術なんだって。まつエク歴15年の超ベテランの人に今日やってもらったんだけど、なんか普通このボリュームラッシュってめっちゃ宅急便来た、ライムクライムのお届け物が今ちょうど来た。ちょっと次撮りたいと思います。やったーって何の話してたんだっけ。で、ボリュームラッシュってその地まつげに対して、まあ、4本から6本ぐらいつけるから、まあ、ちょっと時間がかかるっていうのと技術力がね結構いるらしいんだけど、その人めっちゃ上手くて、私まつげ下がり気味だからこの目頭にはつけない方がいいって言われて、グラマラスデザインにしてもらって、普通ね90分とかかかるらしいんだけど、300本で500本つけて、しかもちょっとおまけしてくれて、もう40分ぐらいで終わったの。早くないって。で、その施術がめっちゃ早くて40分ぐらいで終わったのに、その後お客さんがいなかったから1時間ぐらい世間話してたのていうか、マツエク業界の話とかいろいろして、もうね、楽しかった。マブダチって感じ。あ、そうで、カールはシーカールです。見えるから。はい、ということで最近のカラコンの紹介とマツエクの紹介でした。本当にこのカラコンはめっちゃおすすめなんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。なんかすごい緩い動画なんですけど、チャンネル登録と Twitter と Instagram もフォローお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。